はい、こんばんは、じゅんじゅんです。ティアンです。さて、今日は、新シリーズですね。ライブアライブ。ティアン知ってる？知ってる。スーパーファミコンの名作なんですけど、これがね、7月の22日に発売ということで、それの体験版が出たみたいなので、なんかね、8つぐらい、シナリオがあるオムニバスのゲームなんだけど、主人公と時代がそれぞれ違って、そうそう、最終的に一つのストーリーに集結していくっていうやつかな。そう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 。でそれの、3つが途中までできるっていうゲームかな。あ、うさまらさん、大輝ありがとうございます。コンパルです。コンパルです。デッドアライブとは違いますね。ライブアライブです。確かに似てるって私も思いました。それ霞とか出るやつでしょ。デッドアライブね、格ゲーではなくてですね、RPG ですね。スーパーファミコンの名作なんで。で、オムニバス形式のストーリーなんで、まあ、ちょこっとずつとかでも見れるかなと思って。そして体験版はですね、8つのシナリオの中の3つが途中まで見れるということですので、ちょっとやっていこうかなと思っております。初体験のティアンが、ちょっと、初見でプレイをしていきたいなと思いますので。まあ、実際に発売したら、まあ、本格的にやっていく予定ではあるんですけれども、ちょっと今日はまあ、お試し枠みたいな感じで、うん。そうそう、お試しでゆるっと見ていただければと思います。では、始めていきましょう。始めていきましょう。そう、はい、私このゲーム知ってるんですけど、やったことはなくて、ただ、なんとなくどういう感じのゲームって、そのシナリオがあって、うん、選んでいくっていうのは知ってるみたいな感じなんですよ。うん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 、だから、詳しく知らなくて、ただ、SF 編は元にした映画のファンなんですよ。 SF 編は確か元にしたのは、ね、エイリアンかな。そう、エイリアンを元にしてるんだね。で雰囲気似てるなって思ってて、うん、だから SF 編だけちょっと知ってるみたいな、うんうんうん、なのでまあゆるっと見ていただければと思いますので、もうティアンのフィーリングでさ、何編をやるかっていうのはちょっと決めていってね。このゲームはオートセーブに対応していますと。なるほど、オートセーブになるんだね。なんかね、声も出るっぽいよ。ほらほら、始まった始まった。お、これはセーブ？これは原始編だ。こっちが SF。これやりたくない。怖い。これが現代か。これ空風編。あ、空風か。これが近未来。そしてこれが中世編か。ラストのやつだね。Welcome to ラクーンシティ。違いますね。ライブはライブ。このアは、これが一人とかっていうの？よく見て。鏡みたいになってる、うん。ライブを反対から読むと？イービル。そう、ライブイービル。イービルは敵だよね。うん、そこがちょっとね、つながっていってるんだよね。何か伏線なのではないでしょうかと思いますけど、じゃあちょっとやっていこうかね。ニューゲーム。ニューゲーム。ここをちょっと大きくしようかな。ごめんなさい、実際のテレビの方を大きくします。音が入ってうるさいよという時には教えてくださいね。はい、ちょっと読んでいこうかな。これが選べるのは3つだけなんだけどね。この体験版では3つの編を遊ぶことができます。空風編、幕末編、SF 編。いずれも途中まで遊ぶことができますが、製品版へのセーブデータを引き継ぐことができます。あ、じゃあ製品版買ったらそのまま続きができるんだ。そうそうそう。だからまあ、場合によってはそのまま引き継ぐかもしれないし、最初からするかもしれません。そこはまあ、いろいろ臨機応変にやっていこうかなと思います。はい、閉じる。はい。選べるのは、近未来編、SF 編、幕末編。ちょっと待ってね。この体、あ、体験版では遊べないのがあるんだ。セーブは遊べない。SF と、幕末と、クンフーだね。クンフーっていうのは中国の話だ。憲法とかそういう、なんか、ジャッキー・チェンとかさ、そういう系に近いかな。じゃあ、幕末編にしようかな。ちょっと SF はね、うん、雰囲気超怖いので。ちょっと怖いか。私、幕末にさせていただきます。じゃあちょっと幕末編やっていこうかな。はい。はい、時は幕末。この天地動乱の時代にも陰ながら生き続ける忍びに、とある密命が下った。X を押したら2ページ目が見れる。敵の居城に潜入し、数々の敵やからくりを突破し、囚われの男を救出せよ。なるか100人斬り。100人斬りするのがシナリオってことかな。じゃあ幕末編にしましょうかね、うん、ちょっとかっこいいなって、その体験版のさ、うん、サムネというか表紙の時点でちょっとなんかかっこいいよね。忍者でね、忍者かっこいいなって、うん、敵リーダー読み忘れたシャオリーって、シャオリーってなんだっけ、バキだっけ。
バキですよね。その戦闘システムとかも全然知らないんだけど。戦闘システムとかね、あの何々編っていうのによって違うんだ。え、そうなの？ちょっとねアクションっぽいのもあれば、でも基本は一緒だよ。まあわかると思う。ルール的には。これ声も出ます。マジ？うん。いいじゃんいいじゃん。なんかからくり動いてないこれ。うん。コロスケみたいなの出てきた。コロスケとはちょっと違うけど。人玉もいるけど、なんだろう、うん。中国憲法、シャオリ。さっきのクンフー編のことかな、うん。中国編みたいなのもあるから。ポケモンでこんなんいたな。いたよね、仮のやつ。おお、めっちゃかっこいい声じゃん。シュービーはどう？あれ、これ、あれ、これ、若元さんだよね、多分ね。うん。セル。うん、あれ、この声も知ってるかも。これ、石田さんじゃないの？ね、ようやっと捉えることに成功しました。僕もある程度ダメ絶対音感があるんで、誰かなっていうのちょっとすぐ分かるんですよね。ついに我が手中に落ちたが、すでにからくり人形も完成しているでごじゃ。なんか盗んだんだ、うん、あとは皮を剥ぎ中身を入れ替えるだけ。あ、なんか偉い人を、うん、人形に入れ替える作戦ってこと？用人を拉致ってからくりと入れ替えるっていう。そして自分たちと同じを自分たちの仲間にするみたいなこと、うん、幕末の話があるなんて RPG でなかなかないもんね。魂の方はぜひわらわにください。ほうほうほう。近頃は生きのいい殿方を苦労ておりませぬゆえ。これでこの日の元を再び戦乱のようにすることができる。これモデルは信長かな。信長っぽい感じがするよね。あ、霧雨さん来ていただいてありがとうございます。コンパルです。コンパルです。今日はライブアライブ、スーパーファミコンの名作ですね。これの、7月22日に出る、新作の体験版が出ましたのでちょっとやっていこうと思います。フィーリングで選んだんですが、ティアンは、この、最初は幕末編をしたいということです。お、忍者だ、忍者。一足遅かったか。ちなみにこれ、あ、ちょっと待って、ね。ちなみにこれは、原作はね、キャラデザはコナンの人なんだよ。青山剛昌さん。うんうん。主に行かせるくらいならば自分で行こうとしてるけど、なんか助けに行くか何かってことだね、うん、このハヤテが主人公。そう、ハヤテっていうか主人公はおぼろ丸とかいう名前じゃなかったっけ。ハヤテってなんだろ う、僕もここのね編はやってない気がする。あ、これなんか盗目か。なるほど。いや、おりますぞ。なんかこうさ、やり手の若手がいるんだよきっと。それが主人公。見込みにおいては一番のものか。これ作られた時はもうコナンやってたのかな。そのものの名は。コナンはさ、コナンの前に刃っていうゲームやってたから、あ、ゲームじゃない漫画やってたからさ、おぼろ丸。後から変更することはできません。じゃあおぼろ丸で。おぼろ丸でいいね。そやつの名はおぼろ丸。オッケー。うさまろさん、これが最強の魔王と最強の大天使。今からね、またちょっと伏線いろいろ貼ってあるんで。にございます。おお、やつか。早速呼んでまいれ。いや、やつのことすでに来ておることと。優秀な忍者だからさ、ほらほら。おお、あ、これがパッケージにいた。そうそうそう。さて、主に密命を申し付ける。あ、名前変えられるから呼ばないんだ。もう分かっておろうな。はっ。では行け。あ、聞けばよかった。多分そのさらわれた用人を助けるってことなんだろうね。行けって言って待てって言って。主に私の秘術を授けよう。ほうほう。隠れ身の術を覚えた。うん。敵に追われた時などに使うがよい。わいよ。使っている間は景色と一体となり、
身を隠すことが。え、待ってこれアクションっぽいんじゃない？やばい。ちょっとアクションっぽい、こう。確か。今は一刻を争う。実戦で試すがいい。え、だって他のボタンで何するかもわかんないのにさ。あ、そう、スイッチのゲームってさ、うん、あの説明書ないじゃん。みんな操作さ、どこで知るの？説明書はね、ウェブ説明書みたいなのがあるんじゃなかったっけ？じゃあもう自分でそれを読まなきゃいけない。行く末、無視にかかっているのやもしれん。多分その悪い人たちが要人をさらってからくり人形と入れ替えて、うん、多分自分の思うようにしようとしてる。ほらほら、ちょっと待って、メインキャラクターデザイン豪商青山ってなってる。今説明するんだ、きっと。そうそう、歴史が己の行く先のあらゆる可能性を探るかのように動乱する時代。ほうほう、この時代に不末だからね、知られざる裏舞台、不末男子の作り方っていう、歴史を築き上げてきた者、安住みたいな話かな。まあね、ちょっとそんなような話だよ。忍びが生き続けている。安住もさ、幕末編あるもんね。その歴史の裏でそれを支える実力者というか、その暗殺者みたいな話ってことだよね。ネタバレだから言わないけど、うん、詳しいことは、うん、歴史上の人物もちょこっとだけ出てくるよ。そうなの、うん、またまたしか、アクション不安だな。なかなかそんな RPG なくない？あー、講師演技。RPG じゃないじゃん。RPG もある。まあ、RPG もあるけど。幕末編、密命。何か密命を帯びてるんだ、おぼろ丸はね。タコで潜入しました。めっちゃ目立ちそう。うん、めっちゃ狙撃されそう。めっちゃ綺麗だね、このね。元のゲームを知らないんだけど。グラフィックすげえ綺麗じゃん。なんかさ、このドット絵と、うわ、こうグラフィックが合わさってさ、すごい綺麗だね。うん、うまく。スクエアってもともと映像が綺麗な会社のイメージ。綺麗だね、昔からね。うん、そのドット絵だったさ、スーパーファミコンとかの時も、うん、結構他のゲームより細かいドットでさ、うん、すごい繊細なキャラクターを見せてくれてたような。ドラクエとかと比べるとさ、ドット絵が細かかったイメージあるよね。そう、影がついてたのね。うん、画面右下のレーダーには未踏のエリアや目的地の道しるべとなるアイコンが表示されます。目的地を探して進みましょう。行ったことがないのがグレー、あるのが青で、道しるべがこのひし形で、目的地がまあ分かりやすいのかな。うん、もう一回見れる、オプションから見れるってことだね。うんうん、中断したシナリオを再度選択すると最後にセーブした場所から再開。まあでもオートセーブだから決まってるんだろうね。うん、城の見取り図。おぼろ丸はお出城の見取り図を懐に忍ばせています。マイナスで見取り図を開くと現在地を確認することができます。ちょっと開いてみましょう。うん、まず、マイナスが見取り図。あ、でも、こっちでした。これあれだね。見づらいから下の方にコメント入れようかな。だけど、おぼろ丸が今どこにいるか、あ、見張りがいますね、あそこに遠くに。うん、でこれで、あ、自分が隠れられて、攻撃とかもあるのかな。特にジャンプとかはないですね。まだないみたいだね。で装備を変更、アイテム、あ、スキル、セーブはプラス。あ、うん、オートセーブだけど自分でセーブもできる。もうできるってことだね。でちょっとじゃあ装備見てみましょう。金さだ。まあ、今は調整できないんで、アイテムもない。ま、ない、。スキルは、隠れ身の術は、ま、書いてないか。隠れ身の術は、特別、あれじゃなくて、特別な技みたいな感じか。いや、まあ、いや、とりあえずセーブしとこう。セーブして、進めましょう。はい。霧雨さん、スーパーファミコン、スコーピオンよくやったな。スコーピオン、シャイニングスコーピオン、レッツエンドゴーの。わかんない。かもしれない。勝手に。スコーピオンといえばって勝手に思っちゃったけど、スコーピオンってゲームがあるのかな。別にレッツエンドゴーのシャイニングスコーピオン。でもまあ見張りがいるから、うん、はっきり言って、まあ、正面からっていうのは、うん、どうなんだ、遠くで目立ってやり過ごすとかそんな風になるのかな。うん、奥のさ、まあそのね、天守閣を越えて奥の方に行かないといけないってことだね。そうそう、だからさ、でもこの時点でもうさ、うん、ど
どうすべきなんだ。とりあえず、まあ一回セーブしたのでやりたいことをやって、うん、ちょっとやってみよう。まあやり直してもいいわけだからさ、別に見つからないように。あそこにいたら見つかるよね。炎ぐらいまではいける。見張りの目を欺くか否か、うん、欺かなくてもいいんだ。おぼろ丸は隠れ身の術を使用できます。 Y を押している間敵の目を欺き逃れることができる。あ、これ見て、この絵ではさちょっと動いてるじゃん。うまい具合に見てない時にスッて抜けていくってことじゃない。それか戦いになるかなのかな。戦いになる場合もある。敵に見つかってこっちに来た時に欺くってことなのでは、うん、動き出す。あ、こういうこと。おなるほど。あ、あ、あ、こういうこと。こうやってうまく欺きながらこっちにおびき寄せればいいんじゃない、うん、おびき寄せていけばいい。こっち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 だって、ほら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 、こっちこっち来ないですね。来ない。来ないね。もうこの姿を見たからおそらくこの今動き回ってて、うん、なのでここをもう通り過ぎるしかないってことなんですね、うん、多分見られてるので。おこれで多分大丈夫ってことじゃん。いい感じいい感じ。今警戒してるけどこれで手薄い今なった時に今おおなるほど。こういうあまあいいんだいいんだ。見られてるけどこうなってる間来ないから、これゲームオーバーになっちゃうのかな。ダメだったらね。どうなんだろう、うん、こうやって多分近づいていくっていうことなんだ。ってことなんだ。でもこのドアをでも斜めがオレンジになってるってことはこのドアじゃないのかな、うん、普通に戦いもできるのかなこれって。このね変僕やったことないんだよね。そういえば途中までしかねやった覚えがなくて。でも忍者だったらごまかしながら行くものなんじゃない、うん、あでもこのドアが結局チカチカしてる してるからこういうことか、うん、うん、ん見取り図と霧雨さん、ジュンジュン先輩正解よ、ほんまに2歳なんかいな。2歳ですよ。2歳も知ってるかもしれませんよ。レッツエンドゴーシャイニングスコーピオン。これどうかして。うさまろさんがにゃんちゃんギューって言った言った言った。おー、あ、牛してもらった。よし、ちょっとありがとうございます。ありがとうございます。なぜか私の番が回ってくるときにアクションが多くて動機がしてるのでめちゃくちゃ助かります。牛のおかげでね、いけたね、うん、でこの先に進むってことだけど、うわいっぱい人がいますね。ではこの時間の合言葉を確認する。タイミングいいね。半死なんだ、うん、山川っていうのかな。山、川、川、芋、焼酎、焼酎か。今しまった。あ、バレた。え、え、ヒットラ。え、な、なになに。え、一人だけし芋っつったからあのスパイだったんだ。あ、なんだ。二つ目の合言葉とかじゃないんだ。うん、山、川、金の音を聞き逃すでないぞ。芋、焼酎ってな溜まっちゃうよ。山、川。ちなみに今芋焼酎を飲んでおります。水割りです。合言葉か。ハヤテ様に聞いたのは確か川と元。川と元。でも山と今川って言ってた。山とかあってたよね。敵味方を判別するため合言葉を聞かれます。合言葉は川と元2種類あり、鐘の音が鳴るたびに交互に切り替わります。今がどちらなのか覚えながら進みましょう。鐘が鳴るたびに交互に切り替わり、今山って言って川って言ったよね。だから今川だけど、うん、鐘の音が鳴ったら切り替わるんだ。で元って言えばいいんだ。川元、川元。じゃあ順々も一緒に覚えてね。覚えないといかんね。でこれこっちだよね。山、今川。これはどうなんだろう。回避しながらさ行った方がいいのか。だから戦ってレベルとか上げるのかな。スキルがあったもんね、戦うための。あ、お、ん、どうすんだろう。これ話しかけるのかな。話しかけてみた。セーブス。あ、おのりくせもの。あ、戦う。あ、バトルだ。バトル始まっちゃいました。まあ、でも戦うなんとなくわかるよ。見てて見てて、敵味方関係なく移動や攻撃が行われると行動ゲージが最大になったものからアクションできます。昔の FF みたいなもんだね。行動ゲージが上昇し最大になっちゃ、うん、いっぱい動き回った方がいいのか、うん、味方キャラクターのアクションではバトルコマンドを使用できます。戦う、アイテム、パス、ステイ、逃げる、うんうん、動けるんだ。動いていって、まあ、忍びだから距離を取った方がいいのか、うん、
いい感じのところ、だから敵に近づいていくんだ。うわ、あっちも、あっちも動くんだ、うん、あ、やば、体当たりされた、バーン、結構入った、結構食らうの今よ、やばくないか HP、 え、これ HP？ あー120分の41だよ。え、下が行動ゲージだからさ、あー、そっか、今行動ゲージを使っていって、ここで攻撃、忍び斬り、ふん、男子強くねえか、しまったね、あーおぼろ丸死去。やっぱ忍びっていうのはこれやっぱりその基本隠れながら行かなきゃいけないってことだね、ってことだね、自分から話しかけて負けてしまったので、うん、戦ってもなかなか、でもこれん、親方様が、なんだ、親方様、おぼろ丸が、また遠い、あ、これゲームオーバーか。ゲームオーバー。でも、ま、さっきセーブしたので、そこからまた始めてみましょうか。始めてみましょうか。やられちゃいました。おぼろ丸。ちゃんとなんか負けた後のストーリーあるの切ないね。うん。日本の夜明けはまだぜよ。こっちだったかな、今データがもう、あ、なるほど、ね、ここで大丈夫。オートセーブだったからか。うん。まだ山だね。うん、え、川でしょ、山川なの、あ、山川だ、しっかり、いやだから、あ、そっか、自分で山って言うんだよね、山って言って川って答え、川って言ってもらうってことやろ、え、多分聞かれるんだよ、山って相手が言って川って答えるか元って答えるかって話なんだけど、はいはい、あ、多分ん、なんか話してるこっち、うん、でもこれ見つかったら面倒いよね、どうなんだ、開けていいのかな、これ開けられる？開けられるとこなくない？ここでの3つ段をなんか聞けそうだね。うん。とりあえず、こっちから入る？障子を開けて、障子じゃない。回り込むのか。障子か。あ、いたいた。なんか強そうなのが。あ？誰だこれ？え？セーブしてはず、話しかけてみたら。いや、多分これ忍びだから話しかけないんだよ。でもすごい警戒してる、この侍強そうね、うん、厄介で見つかったら多分うまい具合に抜けて、いないね、いや、このさらに奥の部屋にいるんだ、間取り的に、これどうすんだろう、戦うのかな、目的地的にはここじゃないね、うん、これやったらそのまま戦い？多分ね。いける？いった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 。スキル発動まで時間かかるものがあります、ね。ちょっと戦い方がまだ完全に分かってない。あの、そうね。これはどこに？このさ。こっちも入れない。うん。侍が強そうだもんね。まあでも。藩士よりは侍の方が強いのかな、浪人っぽいもんねこいつね、これで、あ、これでカーなった、元だ、今度は元、危ない、目的地が分かんないね、目的、さっきの地図をまた見ればいいんじゃない、見取り図、うん、見取り図、あ、今でこの隠れてる状態では使えない、今現在地は多分この紫のここにいるから、奥の方だね、ちょっと待ってね、スネークですね、うん、いわゆるす、もうゲーム性がさ、あ、なんか、あ、川にもなんかいるね、うん、くせ者が、ほんとだ、忍者がおる、このまま行こうか、ここ行ける、こうやって多分動かないね、あれは倒さなきゃいけないか、裏口か、話すってなんだろう、話すってあるね、商人、見つかっちゃうでしょ、正体を見せろ、かっこいい声、あ、戦いになっちゃった、戦いになるの、商人じゃなかったのか、越前屋って、なんかこいつ倒せそうじゃない、ウィーク忍び斬り、よし、倒した、許せ、でも見逃したらなんかもらえたかもしれない、あ、当人だからさ、はいはいはい、なんか
もしかしたらそれが良かったのかもしれない。一人切る。まだ一人目。何人も切れるんだ。100人切りを目指せみたいなこと言ってたもんね。目指さなきゃいけないのかな。いや、やり方はいろいろ、プレイスタイルはいろいろあるって書いてあった気がする。全部避けてもいいし、みたいな。抜けられるのかな、ここ。あ、気づいてなくないか。あ、バカそうだもんね、こいつら。あ、あ。今は、元。なるほど、山本って答えるか、山川って答えるかってことか。そう。で、今は、元。元。まだ元ですね。本丸御殿。もう本丸入った？今、お城の手前とか？ほうほう。敵の位置がわかるのはいいね。え？え？なになになに？話してるの？やばい、ここ入るんじゃなかった。見つかったらめんどくさい。話しかけちゃいけないやつだ。あ、こういうことだね。結構簡単に隠れられる、ね、そうだね。目の前で隠れても見逃してくれるから。アホなのかな。こっちの方が足が速いから、まさに忍びって感じ。話してみる。何者じゃ。見逃すと、あ、この女の人たちって多分ここで働いてる人だと思う。ああ、多くの人だ。まあそんな感じなんだと思う。多く花の乱。こっちも開ける。篤姫いるかな。なんかアイテムとかないのかな。これだと目的地はあっちなんだけどさ、心元ないよね、うん、守ってるこの部屋は何なんだろう。なんだこれ。あ、辻さん来ていただいてありがとうございます。コンパルです。コンパルです。今日はスーパーファミコンの名作ライブアライブの、体験版をやっております。今幕末編ですね。途中までできるってことだったからちょっとやってみてる感じです。ほうほう。今川になった。今川で。川になった。また。で、今この忍者を動かしながら、うん、ちょっとお城に侵入してる感じっていうミッションをこなしてるシナリオです、うん。またポケモンとは違いますけど、発売したらやるんでね、またね。このライブアライブっていうのは、その8つストーリーがあるんですよ。そのいろんな時代も違えば、まあ国も違う。これなんか幕末編で、まあ、日本の幕末ですよね。あとは中世編とかさ、うん、SF 編とかいろいろあるの。で、そういうやつを、クリアしていく。そして、それが全てが繋がっていくみたいな感じの話ですね。ですね。さっき今ドアが鍵がかかっててちょっと入れなくて。じゃあ鍵を手に入れないといけない。でね、それまでにね、ちょっと守られてる部屋があって、おそらくそこなんだと思うんだけど、うん、すごい強そうな人が守ってたんですよね、そこ。なのでちょっとそこを多分戦わなきゃいけないっぽいので、ここ、あ、強そう。多分この人がなんか鍵を守ってるんじゃないかなと思うので、うん、ちょっとここでセーブをしましょう。セーブしとこうか。そう、でおそらくこっちに進んだらいいんじゃないかなっていう場所は分かったので、あとは勝てるかどうかだね。そうだよ。合言葉の、あ、合言葉、今は川だから。川だ。山、川、川、これでいけるんだ。あ、なるほど。ザルですね。覚えてさえいれば、うん、戦わなくていいんだ。ん？寝室。寝室。特に何もなしか。おやすみなさい。寝れるんだここ。なんかここで伏せることはできるの。うん、なんだろうね。そのお皿調べたら何もない。いや何もない。何もない。木がなくて困ったな。一体どこにいるのかしら。この人が持ってるんじゃん。この人強そうな気もするけど。くせ者じゃ出会い出会い。ああ、絶対強えじゃん。おで人軍の名にかけて。あ、これ強いね、多分。これやり過ごした方が良かったね、今ね。なんかそれこそ隠れてさ。うわ、手裏剣。手裏剣。シュシュシュ。強くないこれ。あ、これ見つかった時点ダメだね。もうこれは基本的に避けていくしかないんだ。そうだね。はあ。日本。じゃあ。日本の夜明けはまだ遠いぜよ。おでん。おで城っていう感じかな。飛ばしたいな、切ないから。悲しいな。キャツがまだ遠い。日の元の夜明けはまだ遠いか。これなんかね、うん、こんな名前の、みんなね、敵がね、うん、おでなんとかみたいなやつなんだよね。この、いろんな辺にまたがってさ、ラスボスみたいなのいるんだけど、うん、みんなそんな感じ。和の国やん。ちょっと似た感じありますよね、ワンピースのね。
まあ、この先に行ってもなくて、うん、でこの人からも別に取れるわけじゃないっぽいからここも違うのかな。でも鍵がないね。光月、あ、光月おでんね。光月おでん、それこそワンピースのやつだ、ね、うん、ワンピースだ。この助感とか切れるの？切れるけど、あんましない方がいいのか。 やりたくないな、なんか多くの人だから関係ないしね、うん、この人たち別に、うん、鍵がないですね。この奥行ったっけ？ここは行った気がするけど、ちょっと行ってこよう。うん、やり過ごして、意外とザルだから、ほら、いった。バカだからこれ以上かけてこないね。そうだね、なんか密談してる。後ろにあるのってこれ宝箱ではない。ちょっと鍵がわかんないね、うん、他にちょっと行けるとこがあるのかな。でもこの横から来たわけだから、うん、あ、今度は元だね。元だ。この下から来たんじゃなかったっけ？下から右から来たんだっけ？今この侍がいる方からではなかったっけ？あ、そっちは進めない。うん、ちょっと時間切って過ぎたら攻略を見る。それでもいいしね。うん、おでん流なんか技か。じゃあ35分まで自分で探してみましょう。そうだね。来ないね。あそこにいられると困るんだけど。ああ。意外と気づかんな。あら。あ、なんか。からくり扉があった。なんだろう、この人。この商人系は切っても大丈夫？多分、この人は勝てそうじゃない？商人系大丈夫ですね、大黒屋。多分。したらなんか、なんだろう、お金とか手に入んないのかな。まだもうちょっと近づいていいんじゃない？この範囲が分かんなくて、選び方が。下っちゅうか。ここで技を選ぶ？うん。その選び方がよく分かんなくて。分かってない。火炎ボタン。あんまり効かないね。でもこれ確かに自分を受けてる。これこの範囲になんか、なるほどね、この範囲内になんかダメージ床みたいなのを作るんだ。忍び切りで、忍び切り、このこっちにしてこうか。こうやって選んでこうする、うん、よし、できた。戦い方が分かんなかったから。でも鍵を持ってるやつがいないとさ、うん、いないから結局進めないよ。サクサクできない。二人切り。この奥に進めるわけではないのか。お、なんかここ行けそうだけどさ、こいつ倒さないといけないのかな。セーブして戦ってみる。そうだね、なんか強そうだけど、無理なら無理でちょっとやり直すっていうことでやりましょうか、うん、ガンモドキ。ガンモドキって技かな。ガンモドキ、あ、ワンピースの拙者が先がしばし、あ、お主見かけん顔だな。いい言葉を言ってみよう。川。川。あ、ま、え？今元だった。元か。じゃこれ戦ったら多分勝てないね、多分ね。さっさとやられてしまうのがいいかも、近づいて。そうだね。でも練習しよう。あっちが。忍者と戦ったらまず勝てないのか。こっちも忍者なのに、ね。うん。忍び切り。光月おでんの使った、あ、おでんの技なんだね。本当になんか和の国臭いよね、これ。十文字切りってこれはさ、あの、聖剣伝説なんかにも出てきた技だね。うん。やっぱ同じスクエアだからね。範囲が、もうちょい近づいて、移動できないな、これ。移動できない。これスピードが必要なんだ、うん、この選び方がね、癖があって難しい。まだなかなか難しいですね。まあしょうがない、やられるのは。ちょっとこのゲーム自体に慣れないっていうか、まだまだ難しいですね。この、そして敗北イベントをさ、飛ばしたい、うん、飛ばしたい、切実に飛ばしたい。これ幕末編なかなか難しいですね。どうなんだろう、
か俺の記憶だと他の辺はそんなに難しくなかったというか、忍びにはなんかさ、あとさ、なんか中国でさ修行するやつとかもさ、うん、多分そのあれ割あれはね、やった戦いだから難しいんじゃない。いや、あれそんなに難しくなかったよ俺の記憶だと。えこれが見ててさ、あの順々操作してないじゃん、やっぱりこれだけ難しい。結構その隠れたりする要素って他の左辺ではなかったもんね。俺確か昔やったのは SF やった、今川じゃない元か、あれどっちだったっけ。元で元うむ、バカだな、こっちがクセモノだけど、うん、ほうほう、てかいっぱいクセモノがいるんだけど、ここでセーブしよう、せっかくここに来た、うん、なんかあれだね、ほんと、うん、今のさ技術とさこの昔のドット絵と融合してる感じがするよね。これエビスマルおるやん。やったね父上。小ネズミ、声を立てるな、やっとの思いでここまでたどり着いたのだ。ネズミ小僧がおる。しかし父上、チューチュー、この燃料箱さえ持ち帰れば我が渡辺家も、お家の最高だけでない城下の民に配れば義族としても名が売れる。また別件で来てた、うん、サブイベントみたいな感じ。待て、お前には無理だ、罠がかけられているやもしれん、ここは父に任せるのだ。サブイベントなのかな、ちょっとサブイベント臭いよねこれね。鍵さえあればいいんだけど私は進めたいんだけど、中心のやつ。父上、なんだ、頑張って、うん、なんかそのちょっと貧乏になってきたお家、うん、なのか、ちょっと義族なんだ、ネズミ小僧ですね明らかに、藩士。えい、くせ者、そこがわざと音がするようになってたのかな。今ネズミ小僧と言われる私を舐めるな。待って、この人たちが逃げたせいでこっちに来ることがない。おーおーおー、危ない、避けてる。さすがは父上、大声出してるし、やられそう、大丈夫か、そこだ、あすごい顔してる、あでもこれ音になるんじゃないかこいつら、子ネズミが、ああこんな声出すからだよ、バカなのかな。でこれでさっきの宝箱取れそうじゃない、取れないかな、セーブしといて取ってみる。あんまりねいいことが起こんない気がするけど、じゃあセーブしよっか、セーブしとこう。あれはさ、あそこに近づかない方がいいと思うよ、うん、正直。そう、ダメかな。でも逆にいないと思われてるんだったら、うん、調べる。小判でござるか、小判、もぬけの殻、もぬけの殻、まあ、小判は手に入れた。あの穴は何だろう、あの穴から下が見れるんじゃない。でも下からも上が見れるのかな、それってどうなんだろう。ちょっとセーブしながら進めて、セーブしながらちょっとちょこっとずつ進めましょうかね。うん。覗く。見れるんだ。どの角度から見てんだろう。合言葉の確認だ。山。も。おっと危ない。もうこんな時間か。川。今は川。はいはい。切り替わっていくんだ、どんどん。今は川。ここで確認できるポイントってことか、うん、逆にこっちの穴は何だろう。このネズッチュは何かある。あ、こうやってどんどん覗けるんだ。ほうほう、隠してきたぞ。蔵の鍵が蔵にあるなどよもや誰にも思うまい。蔵の鍵が蔵にあるね。蔵など、蔵の中に、じゃあ蔵入れなかったらもう閉じ込みしてるのでは。このネズミは戦いになるのかな。話しかけてみる、ネズミに。いや、いやだ、やめとく。経験値とか入るかもしんないよ。蔵の鍵は蔵。ちょっと戦ってみなよ。いや、多分そのあの歩き方と塞ぎ方から走っていいだ、多分戦闘になっちゃう気がするから。ダメかな。多分、まあ倒せんと思うけどね、さすがネズミ。ネズミぐらい。そんな忍びを弱くないやろ。
水神の盾、あ、なんか装備っぽくねえか、装備してみれば、ね、蔵の鍵は蔵、良いではない、あらあらあら、これやりたいやつでしょ、布団の部屋か、助けてあげたらなんかもらえそうな感じもするね、そうなの、じゃあちょっとセーブして降りてみようか、うん、どうなるか、そう、装備してみれば、水神の旅、足じゃない、ほら防御力がちょこっと上がった、まだ何も、コテとカブと、あとカステイラはなんか体力っぽいね、体力っぽいね、カステイラでござるか、幕末だったらあれだよね、将軍の家定が作るのが好きなんだもんね、確かね、ちょっとセーブします、うん、ステイラでござるか、別にあっちの部屋だったね、関係なかったね、うん、こうやって行けるってこと、でもこ、あ、下奥、そうそうそう、奥の方に行けるんだと、ネズッチュと戦ってみればいいじゃん、いや経験値も入ってたし、避けられるものは避けよう、あ、むむ、いや、なんでもない、なんでもない、何でもない、何でもない、合言葉言えばいいんじゃない、ダメなのか、今川だっけ、川か、今川だ、やばいな、ちょろちょろしてる、ちょろちょろしてる、なんかやり手っぽいのに弱いんだね、おで軍団が強いのかしら、こっちこっちこっち、こっち、おびき出そう、こうやってこっちに、こっちこっち、ちょっと道を作って、そうそう、こっちにおびき出して、うん、忍者さあれだね、強さはさ、おぼろ丸より全然強いのに、こっち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 、もうちょいもうちょい、ま、こうやっておびき出して、で戦闘にならないように、こっちこっち、ういこっち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 、やったらね、ちょっと怖いんだよね、早いのよ、あ、で今が元今じゃね、そうだね、今だね、おーし、行った、おお、危な、ちょっとすいません、豆なんですけどセーブします、ちょこっとずつセーブして、せこいけど、あの初めてやるときはついねやっちゃうね、うん、やっぱもう、でこっち行って、バトル中の向きはスキルの命中率にも関わる、おお、こうやって今度屋根、忍者っぽいね、屋根忍者っぽい、どっちに行くんだろう、奥かな、蔵の鍵が蔵にある、こっちは行けなくて、こっち、あ、こっちは行けるんだ、でもここは別に入れるわけじゃない、覗けもしない、うん、蔵の鍵が蔵にある、でこっち行ったことある場所で、うん、またこの辺、こ蔵ってどこなんだろう、どっか、あ、あ、あった、あったあった、登る、ここ登っ て、どうするんだろう、登ったらいけるんじゃん、下とかできない、ここに降りるのはないの、ないか、あ、こっちから入れた、今山じゃなくて川、うん、今元がなになに、一忍者、二忍者、今は三忍者、も元、元、元だよね、これ、これちょっとやばいよ、やばい、5人合わせて、これ五忍者、いや五忍者勝てないよね、でも5人は勝てない、5人じゃ無理でしょこれ、これ絶対無理でしょ、待って、これルートがもう間違ってるとしか、敵にリーダーがいる場合先に倒すことでブレイクダウンが、リーダーがいるんだ、こいつをなんとか倒す、リーダー、でもリーダーがどれか分かる、あ、いたいた、あれだあれだ、分かる、うん、旗マークがついてる、うわカステイラまだ早いかな、いやでも次食らったらやばい、でもエリア内大回復だから、ちょっと離して、ここ5人じゃ無理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 、いやちょっとほらほらほら、あ、待って、ここに来たの自体がじゃあ間違いってこと、不良すぎる
ういうことだろう。これは難しいですな。うん、とにかく今のとこに入っちゃダメなんだ、うん、今の場所から入っちゃいけないんだ。ちょこっと調べてみようか。じゃあそれまでちょっと動かすね。うん、ライブアライブ、僕らは攻略を見る時もあります。親方様、まだ日本の夜明けは遠いぜよ。そしてこの演出飛ばせないのかな。このビーレンダーで一応早くはなってるのかな。うん、うん、これは攻略リメイク攻略とかそんな感じいきなり攻略見るやつ。ちょっと見てみます。え、ここからもっとマメにセーブしたよね。あれ、あ、これオートセーブ。え、いや、オートセーブじゃない方のデータを私選んだんだけど。嘘、一番、いや、そんなことないはず。ん、まだまだあるはずよ。ちょっとちょっとやり直そうか。うん、幕末編、うん、近未来編があれだ。ちょっと難しいのかなこれ。どうなんだろう。敵を切った後カウントされる。ふむふむ。はいはいはい。すべての敵を倒さずにクリアってこれできるの？カウントしてるけど。すべての敵を倒さずにクリアすればクリア報酬がもらえる。なるほど。100人すべてを切ってクリアすると100人切り。すべてを切らずにクリアすると0人切りとなる。じゃあ戦わないでクリアってできるんだ基本的に。うん、100人切りによるクリア報酬はない。なるほどね。じゃあ平和な方がいいんだ。うん、二の丸、オートセーブがこれでしょ、うん、屋根裏でしょ。で一番進んでるのこの33じゃないの。33分こっちか。これだこれだ。おそらくこの5忍者には戦わなさそうな感じがするよね。そうね。じゃあここじゃないってことか。ここに出るの自体が違うってこと？まだ入れるところないの？左の方とかは。さっきはここに登って失敗したけど、こうはいけた。あ、行けた。ここ行ってなかったよね。いいね、忍者らしくて。忍者らしいね、これね。で、目的地に着きましたね。うん、なるほど。お、ネズミがおるやん。これネズっちゅう、あ、あれ罠なんだ。なるほど、落ちたらいけないんだ。セーブしてみましょう。ちょっと細かく細かく行っていきましょう。まあ、ここに落ちたら下に落ちちゃうってことで、うん、まあ、普通にこう避けるってことだよね。うん、妖魔悪人からくり巨大魚、いろんなのがいるんだ。目指すのは蔵だけど、うん、あ、ヨシーさん来ていただいてありがとうございます。コンパルです。コンパルです。ヨシーさん、こんばんは。ライブアライブじゃないですか。めっちゃ懐かしいっすって。その今度の7月22日に発売するんで、ちょこっとね今日はライブアライブの体験版やってみようかなと思って。で実際できるのがSF 編と幕末編とクンフー編だけはとりあえずできるみたいなんで、ちょこっと進めていってる感じ。途中までしかできないんですけど、なんか触りをやってみようと思いますね。このネズミはそんなに強いのかな。どうなんだろう。もぬけの殻。もう戦っても負けなそうな。あ、クラノカギあった。クラノカギあった。結構有名なゲームですよね。うん、めっちゃ有名なゲームだよ、これ。HP ってさ、今減ってるの？いや、今減ってない。戦ってないからさ。ああ。で、クラノカギ見つけたから、もうクラに行けるんだ。うん。体験版で遊べるのはここまでとなります。この体験版のセーブデータを製品版に引き継いで遊ぶこともできます。この先、おぼろ丸は、魑魅魍魎がばっこするお出城から密命を果たして生還できるのか、その答えはあなたの手にかかっています。なるほどね。Thank you for playing。これはあれじゃない？今日のうちに2編ぐらいできるかもしれない。ああ。3編できるかな？下手したら。とりあえず今日は11時までっていう感じで、させていただこうかなと思います。ヨシーさん、見たことがあるのであれば、懐かしみながら、
あの昔をね思い出しながら見てみてくださいね。有名なゲームですよね、うん、なんかティアもやったことないんですよね、うん、ただ SFN 怖いっていうのは知ってて僕は全クリはしたことないです。少しやったことはある、ね、少しやったことある。じゃあちょっとどうしても私 SFN ダメなんで、じゃあ SFN は俺がやってみようか。お願いします。ところは中国大志山という山に剣法使いの老人がいた。年老いた彼はその剣法を受け継ぐ若者を探し始める。なんかそういう修行の話っていうのは知ってます、うん、3人の弟子を探し出し体力、速度、力、それぞれの修行をつける。果たしてどの弟子が剣法の後継者と相なるか。後継者でした。熱いね、うん、なんかこの話。じゃあこれにしましょう。これねいいよ。竹めっちゃ綺麗。俺クンフー編めっちゃ好きよ。え、ジュンジュンは結局どこまでやったの？クンフー編と原始編と SF 編と現代編はクリアした気がする。そうなんだ。ティアンちゃんからもらったキングヘラクロス、金の王冠使って努力しどうしようかな。楽に流される。育てていただいてるんですね。ありがとうございます。私も今日いただいたポケモン育てるためにもうめっちゃレイドしてました。めっちゃ鎧鉱石と頑張って育てるんで、また活躍をね期待してください。余儀なくされつつある憲法の全然雰囲気変わったね今ね。そうだね。でも本当このグラフィックすごいな。綺麗だよね。なんか元のゲームの雰囲気を残しつつ、うん、綺麗になってる感じっていうか。なんかさ、その憲法の名は何？主人公おじいちゃんね。新山県老子。これが本名。新山県老子。これいいや。うん。老子でいいと思う。新山。オッケー。なんとか県のこの。なんとか県の憲法の部分を決めるってことか。つまりね。ジュンジュン何の中毒になったのって。何ですかね。アル中かな。アル中かなって。今も飲んだ。自分は王道やけど、中世編が一番好きですよって。あ、ヨシーさん中世編が好きなんだ。あの、いわゆる切ない終わり方になるやつ、ね。そうそう。それが結構有名ですよね。その。新山県。山のごとく同時の精神。水のごとくたおやかなる心を常たす、うん、だが清流もローランドみたいだね。場所はローランド聖剣3。おー、似てないなんか。なんかやっぱグラフィックがさ、この綺麗さは本当に肉体よりドット絵とあれの融合だ。うん、人としての強さを追求。あ、精神重視なんだ。うん、憲法であった。新山県なんだ。新山県。あ、さやえんどうさん、来ていただいてありがとうございます。コンパルです。コンパルです。こんばんは。私は SF 編が一番好きです。SF 編。それは、気の毒に。それは、気の毒にってやつ。そう。あ、めっちゃ怖い、あそこ。老子。ちょっと衰えてきてる。やはりダメか。ちょっと力の衰えを感じて弟子を取ろうとしてるんだ確か。もはや一国の猶予もならん。その後継者を決めるの、いろんな方が言うことを聞くうちに委ねねばならん、うん、この子ジャッキーチェンじゃない。心を持った若者に我が憲法。石丸ひろやさんじゃん。カブト浩二だよ。ロケットパーンチっていうやつ。ボイス付きっていうのがまたいいですなって。俺ね、本当にボイスのね、チョイスがすごい。しかもそう、声優さんがチョイスがいいよね。私も同じこと思ってた。主人公池田さんだった、さっきの忍者の。いや、違う。渋くてかっこよかった、うん、それは違うはず。いいじゃん、このジャッキーチェーンいいね。うん。後継者の若者を探すため。ちょっと山から降りて弟子を探すんじゃなかったっけ確か。久方ぶりの下山を決意したのであった。この声は石丸ひろやさんですね。そうですよね。ジャッキーチェンだ。すごいいい。めっちゃいいあれの選出だ。ほう、クンフー靴じゃな。クンフー靴。ほう、キリンの靴。ここは調べられる。靴は2つあるんだ。なんかね、さっきのあれで隠れようとしてしまう、さっきの、うん、肉まんこれね、全く隠れる要素ないから楽よ、さっきと比べて。多分そして瓶はなんかナイフで割るような気がしてしまう、うん、
稽古着あれみたいなレオンがさレオンがね割るような気がする、うん、なんかどこ調べるか分かるようになってるから超楽だね。これ原作はなかったの？こういうのこんなのなかったんじゃない？だいぶイージーになってますね。よくご存知ですね。サモハッカはサモハン金峰の声をやられていたそうですよ。確かサモハン金峰の声をやってる人は名前なんだったっけ、ゴッドマーズの主人公の人でしょ確か。稽古着持ってて靴がキリンの服とクンフー服、そっちでもう一個にしてさらに下がるね。下がる。キリンが最高だね。キリンが強いね。そしたらちょっとよくこれがどれぐらい勝てるか分かんない。やっぱ老子強いね。さっきのさおぼろ丸レベル2だったけどさ老子すでにレベル10だもんね。やっぱりそれはさ忍者っていうものの性質とさ老子っていうこの方の性質がやっぱり違うからなんじゃない。新人忍者だったわけだからね。この人もすでに老子だもんね。白爪草懐かしい懐かしい。いろいろ遊んだよ白爪草で。頂上上じゃなくて下山だもんね、うん、するのは。サモハンの声はサモハン金峰だから多分水谷なんとかさんだよね確か。大犬のふぐり野草だね。いわゆる普通の野草だけど回復できるのかな。なんかねよくこういう野草とかで花冠さ、うん作れなかったから作ってもらってばっかりだったでさ全然作り方分かんなくてさ小さい頃、てか全く雰囲気違っても気持ちが楽だね。そうだね、さっきと比べてやっぱり隠れたり逃げたりするってさこう心がドキドキしてしまう、ね、ちょっとメタルギアっぽい感じもするもんね。スティーサメさんほんまに2歳かって思えるのうちだけやった。2歳ですよ僕らは。に2歳です。プル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 2歳だけど水割り飲んでます。目的地いっぱいある、うん、なんじゃこれ。でも下山するんだったら降りるべきだよ、うん、目的地いっぱいあるね。なんかこの先に弟子がいるってことなんやろか。どこなんだ、うん、ウォンの町。町それぞれの町で連れてくるんだ、うん、若者を。同じゲームでも、話違うだけでギミックも変わってくるの楽しいっすよね。全然雰囲気違うからね本当に。で戦闘システムもさ基本は一緒なんだけど、ばあさん、あ、ユン、なんかここでお年寄りがお腹痛くなっちゃう病気が流行ってんだって、うん、腹痛には。え、見てみればわかるんじゃない。動きや少しだけ回復する。おかしい、おいしいまんじゅう食べる。腹痛なんか草系っぽくないか。あげるの草系だけど何がいいんだろう。病気は流行るし最近薬まで出るのよ。やば、ちょっとじゃあお薬あげてみようか、うん。今ちょうど中国にいる。あ、そうなんだ。中国って YouTube 見れるんですね。コロナでこういう場所もなかなか行けないですねって。あ、なんかこの市場的な、うん、できることがないんだ今の状態。中国ってもうすでにさただの市場とかでも QR コード決済って本当ですか。なんかお金ほとんどさ決済しない、うん、お札とか硬貨では決済しないという。へえ、なんかあげてみるの。いや使えないって言われて終わった。使えないんだ。できることがないんだ多分。病気が流行って、うん、VPN ってなんだろう。 VPN、 あ、森体操っていうのが竹林に生えててそこには強盗が出ると。あ、 VPN ってやつを通すと見れるってことね。ありがとうございます。中国で見ていただいてめっちゃ嬉しいねえ、今日超えてこっちにユンっていう弟子がいるらしいちゅう感じか、うんうん、でなんかこの腹痛を治すこともできるんだ。できそうだね。その今はできないんだけど、うん、その竹林はどこなんだろう。はい、全部 QR 決済ですね。ここ最近現金使ってないですって。もうね日本よりもすでに進んでるんだよ。いや、なんかもう完全にまだ現金派だもんね。そう、俺はもうさ使えないところ以外ではほぼ現金使わないもん。ジュンジュンの方がそういうの使いこなしてるよね、うん、あれ地図上ではここが目的地になってるんだけど、この奥行けるんじゃない。それか右の方に小屋があるよ。ああ行けないから。でも地図上では、あ、本当行けるのかな。このとりあえず下行ってみれば。なんもない。右行けない。行けない、行けないか。下は
そのさ、地図上の目的地ってこの旗なの。あ、旗と被るのってここなの。ここ、じゃあここか。う、う、この方を直してあげなきゃいけない。な、何もあげられない、あげられない、使えないって言われて、それを直すための、草は竹林に生えてるんだって。じゃあ竹林に行ってみましょう。竹林がどこか分かる。まださ、一番下以外にも目的地あったじゃん。そっちに行くってこと。 そこに強盗が出るんだって。うん、あ、じゃあちょっと戦い、なんとなく分かるね。そうだね、竹林は南ウォンの町だから、このウォンの町で右か左かどっちかだ。そうだね、竹林って書いてある表示の方に行けば、うん、この先竹林、あ、こっちだ、こっちだ、こっちに行かなきゃいけない。ね、ロシアかなり強いから、うん、まあ負けないよ、この辺、この辺ではね。ヨッシーさん、声優一覧見てきましたけど、主人公組だけでも声優がだいぶ豪華ですねって。理長が来た、理長が。え、どこにいたよ。これ理長じゃないの。何が理長、あ、その詩が書けない人。詩がうまくいかなくて虎になった人じゃないの。あの話私超好きなんだよね、あの小説。三月期、三月期、確かあれ戦うか、うん、西部編なんか声スネークだからね、大塚明夫さん、めっちゃ合ってる。よし、トラよりも強かった気がする。確かこのゲージを引き裂き、あ、強えわ、全然食らわない。ちょっとおぼろ丸、ちょっとおぼろ、全然技のさ、全然そのダメージも技のあれも全然違う。獅子のごとく、めっちゃ強い。獅子のごとく、イサキはここに入っちゃうと来るから、うん、それを覚えて、お、当たんない、まず当たんない。ロシ強すぎやん。おぼろなら頑張りな、もっと。あー、待って、威力が見れるよ。ショウシマリス客、シマリス客、軽やかなることしまりすごと、強すぎる。おー、かっこいい。なんか爽快感が全然違う。あの本編さ、22日に買ったらさ、私これやるわ、うん、最初ジュンジュン SF 編ね。怖いやつ。なんかいた今。今これ強盗じゃない、なんかいたね、なんかいたね今ね。まあでもとりあえずこっちキラキラが光ってるアイテム、ただの雑草じゃな。うーん、奥の方か。でもそうだね、奥に生えてる、竹林に生えてる草を、いるね、なんかいる、ね、強盗が。おう、死体層、これで、まあ、今なんかキーアイテムっぽかったね、白爪草じゃな。そうだね、これって欲張って奥に行ってもいい。あ、なんかいる、なんかいる。でもこれ、あ、でももう今直す草取ったじゃん、うん、でも目的地もっと上だね。とりあえず行ってみる。ちょっと待ちな。あ、なんか来た、これ弟子だよ確か。こんな寂しいところを武勇陣に歩くあんたが悪い。女の強盗さんなんだ。うん、有金置いてきな。同じや。同じじゃ。何？すまんが会いに行くと持ち合わせておらんのじゃ。お主のようなやつにくれてやる金はない。あ、そういうお金はないですよと。うん。ジジイだって手加減しない。やばい、パラレル。おじいちゃん狩り、じじい狩りじゃん。親父狩り、中国の親父狩りだ。やばいやばいやばい、負けない。ちょっとこれさ、相手が悪いもんだ、あっちが悪いんだって。これ時代はいつぐらいなのかな。明とか、明の頃か清の頃か、清の頃だろうね。選び方わかんない。見た感じ。百里の道も一歩から。あ、でも結構耐えるね、耐える、うん。でもまだこっち行けるから、あ、来た、猫蹴り。可愛い名前だけど、どうだ、どう、あ、いや、大丈夫。抵抗して、反撃できるんだ。そうで選んでたからね。お、勝った。あ、勝ってない。あ、違う。獅子の手。あ、選ぶのがだやっとね、やりやすくなってきた。よし、勝てる。威力次第で、このゲージがさ、の減りが違うんだと思うよ、なんとなく。中国の女性は強いですからね。弁髪の人がいるから死んでしょうね。あ、弁髪の人いたっけ今。あ、いたか。そうだよね。弁髪ってさ、満州民族の、風習だもんね。それをさ、秦が、支配した時にさ、漢民族の人たちに強制したんだもんね、確かね。しかし、なかなかの動きじゃった。野党などしているより、
お主剣法をやってみぬか。ざけんじゃないよ。かっこいい、上手。どの声優さんも超うまいね。このままじゃ私の気が収まらない。教えてもらおうじゃんか。おいいじゃん、いいじゃん。剣法とやら熱いね。展開弟子になるためじゃないよ。積んでるや、積んでる。お前をぶちのめすためみたいな。あんたをこう天板に叩きのめしてやるためさ。てか昔の作品なのにさ、うん、全然熱、こっちも熱くなる。娘さんじゃ。すごい。あと二人弟子がいるんじゃなかったっけ。私はレイ、レイクーゴって立派な名前があんだから。わかったわかった、そんなに怒るな。可愛い顔が台無しだ。あ、今ね、今ダメですよ、そういうの。これダメですよ。怒られるやつ。まっさ、あ、ごめん、飛ばしちゃった。あ、いいよいいよ。せっかくの声優さんの、はい、レイクーゴが弟子になった。なんかフォーメーションとかあるっていうから、多分複数で、これで複数で戦えるようになるね。で、まあ一応もう草は取ったので、このまま帰って帰ったあたりでここまでってなりそうな気がするな。そうですね、さっきの尺的にさ、うん、これめちゃくちゃ面白いね、うん。ほうじ茶の精霊さん、来ていただいてありがとうございます。コンパルです。コンパルです。我々の清き一票を獲得する議員が清いかどうかは甚だ疑問である。どうもほうじ茶の精霊でございます。今日選挙でしたからね。僕ら2歳なんですけど、昨日期日前投票行ってきましたね。あの本当に考えさせられる今言葉だったね、ほうじ茶の精霊さんの話も、うんうん。自分がね、あのいいと思った人に入れるのが一番いいかなと思いますね。結構そのいろいろ見てさ、マニフェストだっけ。そうそう、結構考えたね私たちも、うん、なんか今そのマニフェストのまとめみたいなのもあるから、まあ、それができるかどうかっていうのを判断するのも本当にできるのかって疑問に思いながらも決めるのが一番いいでしょうね。したいそうだ。でもこれ人数分ないんだ、うん、おお、不思議じゃ。どんどんと楽になっていく。ごめん。あ、いいよいいよ。ごめんなさい。ん？スリ。取られた。スリと、うん、多分。助かりました。今のは孫のユンなんです。え、ユン。優しくていい子なんですが、最近様子が変なのです。うん、さっきなんかおばあちゃんが病気になってから様子おかしいって話だった。うん、私が一人で育てたせいでしょうかね。脇役に至るまで上手。うん、なんかこの弱、こいつはね弱虫なんだよ確か。ヨッシーさん、うん、どうぞ。そもそも役所から選挙権すら届かない俺し20歳。選挙権、あ、剣か。あれ20歳なのに今18からですよね確か。2歳の僕らならともかく、もしかしたらあの引っ越しとかあるとさ、なんかうまく届かなかったりとかあったりはするっていうのは聞いた。あ、なんだジジイって。あ、これ声出るね。なんかユンが囲まれてるね。なんだ。早く出せよ。え、はい。あ、ゆすられてんだ。盗んでこいって。つけてやがる。もっと金持ちから取って。あ、スリが出るって言ってたから、うん、ユンがスリしてるんだ。うん。なんだ。早く行けよ。誰もさ、うん、え、気になる、この演技気になるっていう人がいない、うん、みんなすごくうまい、上手ね、やっぱり。いやだ、みんな、なに、今までお前たちが怖くて言いなりになってきた。でも、もうごめんだ。おばあちゃんが病で働けないからって他のお年寄りからお金を盗むなんて。謝るなら今のうちだぞ。で、助けてあげるのかな、うん、この子も候補。謝るもんか。なのか。これ候補だよ。これも弟子候補。僕は一生臆病な負け犬だ。これ、この人あれじゃん。善逸やろ、この声。人生なんだよ。おぉ。これ弱虫臭い声をしてるじゃん。全然使わなかった。善逸じゃないかな、違うかな。いやだ、てめえ、それっぽい声じゃないか。違ったらごめんなさい。長生きの秘訣だぜ、ジージー。二人になったし余裕でしょ。そうですなって。失礼する。あ、お、強すぎる。こんにちは。なんだジージー。レイは来ないんだ。みんなジージーって言われてる。お主その少年よりも強いのか。当たり前じゃねえか。
残念ながら弱いのはお主たちの方じゃ。4人がかりだし、うん、バカ言うな。この子勇気出して嫌って言ったわけだからね、うん、この孫子王様がこんなチビより弱いわけねえだろ。じゃあこの子がリーダー。肉体はな、だが強さとは肉体だけを指すのではない。この少年の方がお主たちよりも強いとわしは思うぞ。これあれ名言が出るところじゃないか。 どこかで。え、今から。うん、まだわからんか。おお、ちくし心じゃよ。名言じゃないのここ。あ、アサさん来ていただいてありがとうございます。コンパルです。コンパルです。懐かしいなーって。ここもう最高の名シーンが今流れましたね。ちょうどいいタイミングで来ていただいてありがとうございます。お、これ負けたくないね。これもう締まりすぎ。でも勝手に戦ってる。近づいたら勝手に出てる。ここは技選べない。あれ、いやちょっと待って。フォローの舞、一番威力が高いのは何。よし。あれ、なんで復活した。あ、まだ私上のゲージ見てた。しまった。そう、下のゲージが。あ、これ反撃が自動で出るんだ、うん、強えなやっぱり。声がちゃんと震えてる。ちょっとアイテム使った方が良くねえか。そろそろ。え、ちょっと HP がまあ半分ぐらいか。ちょっと待って、じゃあアイテム、HP 中回復でいいか。うん。でも待って、これエリアだからこいつも回復しちゃう。あ、回復しちゃうんだ。ちょっと待って。足。でも HP 満タンだったから。すげえ、めっちゃ上がった。髪噛んできたよ。無駄じゃよ。無駄ってやつ。あ、ダメだ。ドイツがリーダーなんだ。この左の人か。ちょっと待ってね。これいけるのか。いけないね。あー、ちょっと微妙に位置が足りません。いけないね。アサさんは懐かしいなって言ってるからご存知なんですね。やったことがあるんだやっぱね。まだ位置が覚えられない。位置が、うん、これで、あ、ダメ。こうだ。戦闘がシミュレーションなのも独特だよねって。ちょっとあんまりこういうシステムないですよね。そう、あれっぽい。これになれなくて。ティアンが好きなやつ。なになに、あのポケモンの元になったあれ。違う。こんなゲームある。アークザラッとこんな感じじゃん。ちょっと違うけどさ。あーなるほどね。アークザラッとか。でもね、アークザラッともちょっとさ、微妙に敵の動きはあのリアルタイムじゃん、うん、だからちょっとこっち焦るな結構これ。サヤエンドさん、基本的は回復アイテムで回復しませんって。じゃあ大丈夫なんだ。バッテンも、まあ完全にこっちの方が強いね。そうだね。これってさ、姉妹スキャクとかでこれ間に入ったら一度に行けそう。うん、あ、でも一匹ずつにしとくか。姉妹スキャク、ここ回転するから。あ、でも倒せてない、ギリギリ。あ、これがリーダーだったんだ。リーダーを倒すのが大事だ、なんとなく。反撃勝手にしてくれるのいいね。おじいちゃんめちゃ強えじゃん。勝利。この自分が動くしさ、単性じゃないのが結構焦る。うんうん、とここのじじい。思い出した、聞いたことがあるみたいな。あのじじい、あの憲法の老子だ。失礼しました。ピューすって避けたね今ね。あひ。老子の技では古老の舞は範囲攻撃ですよ。じゃあ間に入って古老の舞とかがいいってことだ。いっぱい出てきた時は古老の舞だ。うわ、本編やる時だし、これ最初にやりたい、うん、めっちゃかっこいい。そんな、あなたのお金を盗んだ僕を立派だなんて。だよね、うん、盗んでたよね。お金お返しします。レイ一切干渉してない。何やってんだかって思ってんのかな。霹靂一閃、これからもその心の強さ忘れずにな。一の方、待ってください。僕を弟子にしてくださいって言うんだ。メンタル重視だし、ね、うん、弟子にしてもらえませんか。 OK OK。
オッケー。そうですよね。こんなチビな僕が剣法なんて、うん、すみませんでした。いや善逸も頑張ってるからね、うん、いいよいいよ。完全に善逸や。今オッケーっていう選択肢なくてさ。なかったね。なんで入れてやらないんだいとかそういうのないんだ。なんかでも、あ、待って、回復した方がいいのかな。回復してる。あ、HP180 だから大丈夫。HP は基本か全開するのかな。するっぽいよね。ステータスって見れるの。まあ戦闘中でいいか。うん、まあやられないでしょ。この話楽しいな。このオムニバスストーリーいいね。うん。右の方がまた別のあれかな。スカウトポイントなのかな。うん、ピアンちゃんにもらったキングレベル100にして鍛えたよって。あ、よかった。よかった。ありがとうございます。いやなんか100っていうのを見て今びっくりしてしまって。やったー。ヘラクロスいいね。HP は毎回戦闘後に全部回復しますよって。あ、じゃあ大丈夫だ。お願いです、ローズ様。僕を弟子にしてください。わしの負けじゃ。ダメじゃダメじゃ。お主は明らかに勝ち目のない奴らに、うん、そんなお主ならばわしのところに来なくても強くなれると思ってな。まああの状況で嫌っていうのすごいよ。強さとは男であろうが女であろうが、お、いいこと言ってる。体が小さかろうが大きかろうが、そんなことは問題ではない。ヒャンチビだから身にしみるな、この男が強くあろうとする心。ヒャンちっちゃいもんね。それこそが強さなのじゃ。もうヒールナイトね。ヒールナイト。ちょっとちびっこいもんね。名前を聞いてなかったの。僕はユン。ユンジョーと言います。よろしくお願いします。ユンジョー、レイクーゴ。仲間になった。そして多分3人目スカウトしたとこで、うん、多分続きは本編へみたいになってるのかな。青い方か、あのあれか、あっちが目的地だね。アサーさん、オムニバスでいろいろな、漫画家さんがイラスト描いてたのが印象的だったなって。でしたよね。お坊ちゃまくんのさ、小林よしのりとか、あとは誰だったっけ。これ誰が、あのこれケンジの人でしょ確か。憲法の漫画のだったような。あとはうん、いろいろいるけど、 SF 編がさ、あの田村由美ってティアンと一緒にさ見たやつ、あの島に行くやつ。バサラじゃなくて、ん、なんだったっけ、名前忘れちゃった。食い逃げだ。あ、物騒だね。うん、うさまろさんが私のポケモン鍛えてくれたから、うん、私もね火曜日まで頑張って育てよう。これ育てたよって言えるようにしよう。こいつも弟子だ。器用やな。だからこんな刃物に動じず。これは見どころがあるやつだね。おお、誰か手を貸してこっちの店でごちそうするよ。なんでちょっと現地の人なのに片言なんだろう。さ、今までの代金、耳揃えて払ってもらうね。おかしいでしょ、このみんなさ、中国で中国語喋ってるはずなのに。これサモハン金庫やんけ。何回もやってるってことは、何回もさ、うん、前払わなかったけど今払ってくれるかなって思って料理出してんの。うん、常習犯なんだ。そのあれだよね、その中、この幕末編とさ、クンフー編はさ、もう中国とかさ、もう日本とかって明らかに名前出てるけど、中世編とかどことかじゃないもんね、別にね。ユンゴ一のホイハンテも上がったりよ。出すなってよ。これは責めてほしいよ。はい、よかろう。まあ、ダメ。うちも商売ね。母ちゃんに、それに子供たくてたくさん、それとも、ロス様。いや、肩代わりして。いや、勘弁。ノー。ちょっと財布で出してやんなよ。なら邪魔しないでほしいね。すいません。すいません。じゃあ、すいません。
助けてやんなよ。帰ろう帰ろう。でも旗こっちに立ってるからこうするしかない。ここだね。ちょっと懲らしめないといけないんだよやっぱり。この男いつもうちで食い逃げするね。おかげでユンファ一のホイハンテも上がったりよ。ユンファってなんだ。この町のことか。多分ここユンファの町みたいな感じ。よかろう。やめてくれっち。子供たくさんたくさんの言い方は、中国人の話す日本語にちょっと似てる。あー、なんかやっぱりこの喋り方自体がさ、その横浜とかさ、あの辺のこう中国の方の疎開とかさで話される言葉に近いんだよね。確かね、そのなんとかあるよっていうのはさ、そういうとこの言葉だもん。確か無駄じゃよ。ああ、中国語と日本語とさ、こう文化的にこう接触してるところで喋ってる言葉みたいな聞いたことある。そうなの。うん、肉まん食べよ。あのこう、あ、でもエリアで回復だから、うん、いかにも中国人が喋る言葉みたいな、そのよくアニメとかであるやつ。食べ物の名前つけてる。横浜弁好きなんだよこの子ね。かわいい。廊下の前が範囲攻撃。範囲攻撃。今範囲内にいないから一回近づいて、廊下は範囲攻撃。廊下の知恵を持って敵を封じる。ああ。やっぱサムは HP が高えな。それ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 。よし、使いやすいな。うん、そこまでじゃ。確かね、これはね、うんうん、最終的にはどの弟子に、授けるかってなってくるからね。自分で選べるんだ。選べる。さすがロシ様ね。お前ロシ様に感謝するよ。ことやったらチャーシューにするね。チャーシュー。いやー、お主めっちゃ優しい。でもこれでいいんだ、許してくれる、うん、お金は払えよ。おら、うん、頭悪いから誰も雇ってくれないっち。サモハン金宝じゃんこれ。人よりたくさん腹減るっち。お主それだけの体生かさねばもったいないぞ。え？ほら、この体のせいでバカにされてきたっち。この体が役に立つんか？その体は立派な個性。それを生かすも殺すも、サムハン金宝だな。次第じゃて。ほらのこの体が個性？その体であそこまで動けるとは大した個性じゃ。あれは逃げるのに必死で。わしのと食いながらだったけどね。飯くらいいくらでも食わせてやろう。ただしちょっとばかり運動してもらうがな。飯もうまくなるぞ。あ、うまい飯が食えるんなら何でもするっち。お主名は？サモ。サモ。サモハッカだっち。サモハッカ。早くうまい飯。明らかにサモハン金宝から名前取ってるなこれ。あちょー。サモハッカが弟子入りした。わかりやすいキャラだな。うん、あちょーだって。三人弟子を取って。これで弟子も三人か。汚いところじゃが、わしの道場で早速稽古をつけようかの。ここで稽古をつけていくんだよねこの後ね。なんかさ、こういうのってさ、うん、弟子の一人が主人公になって、うん、なんか目指す、そのさ、なんていうの、授けてもらう人を目指すって話はよくあるけどさ、うん、その授ける側が主人公でなかなかないよね。そうそう。で弟子もさ、いろんなキャラクターがいるじゃん、うん、その女性もさ、こういう、そうそう、弱虫のこと、うん、ね、あの体が大きい方とさ、なんかこれ昔のゲームなんだよね。だよ。そしてあのタイトルが継承だから、うん、今ごめんなさい、僕なまってしまいましたけど、誰に本当に引き継がせるかっていうのが、うん、今からのポイントになっていく感じかな。
多分、うん、見た感じだともうこの辺で終わりだよねきっとね。そうだね、うん、ここから続きは製品版でってなる気がするけど、うん、いやすごく面白い。ここが我が剣法の道場じゃ、うん、うわ本当に汚ねえぜここが僕が修行を積む場所。そんなことより腹が減ったっち。腹が減っては戦ができんち。必ずこういうやついるよね。お嬢さん、まずは飯にしてほしいっち。残念じゃが早速修行じゃ。しぇーしぇー。あんな山道を登ってきて休む間もなくですか。泣き言言うんじゃねえてめえら。老師にはあんまり時間がないんだよ。上等だ。ああ早速おっぱじめようぜ。弟子の名前は、西遊記をモチーフにしてますね。まあそうか、空母だから悟空ってことか。サモハッカはハッカイだ。なるほど。じゃあレイは、うん、レイか。レイはサゴ城。そう、レイはハッ、レイは空母だから悟空だ。あそっか、レイが悟空。言われなくたってそのつもりよ。ちょっと待ってね、今名前をまだ全部覚えてなくて。こっちはレイだ。レイ空母で悟空、うん、この戦闘まで遊べるんだね。フォローの前使いやすくてもゲージを消費する技ってこと。でも全然減ってないね。あ、めっちゃ速い。もう圧倒的に強いやん。そうね、ゲージが全然減ってない。しかも食らっても反撃できるしさ。全部技使ってるもん。ニコ蹴り18しか食らわない。おじいちゃん強すぎや。しかも反撃倒した。そこまでじゃ。降臨が浮かんでるけど大丈夫。変身あった。変身強い。さ、次オラが行くっち。サモ、少しでも腹が減らないうちに。稽古が済んだらたらふく食わせてやるぞ。たらふくの飯。結構技、格闘っぽい技持ってたからね、うん、で体大きいから一撃。サモハッカはハッカイってことか。うん、この位置が微妙な。シマリス客、シマリス客が今のところ一番強い。こんな入んないね。硬いんだよ多分。チンジャオロース。まだまだじゃ。なんかね、位置も関係あるみたいだから、多分シマリス客をこうやって使うときは後ろから攻撃すると強いんじゃないか。そうだよね、今後ろだもん。向きを考えて、まあ、後ろからってことは相手も準備ができないってことだから、うん、入っちゃった。チンジャオロース。これは見どころあるね、こいつ。60もダメージ与えて。うん。霧雨さん、先輩へ、次週の土曜日に選べるのが、なんと8体になりました。お追加で育てたい子がいたのに、おー、いいですね。また戦いましょうね。ね、楽しみ。うん。土曜日は、まあ、そんなに順番はちょっと、順番待ち待たないといけないかもしれないですけど、まあ、11時までに来てくだされば、ほぼ確実にバトルできますので。私もさっきも言ったんですけど、ずっとレイドしてたので、うん、またちょっと 2,3 匹ぐらい育てられたらいいかなと思って準備をしてます、うん、やっぱりその経験あるがね、なかなかレイドしないから、なかなか出ないからね。結構一生懸命。で、で鎧鉱石とかもさ、いつの間にかすごい数になってるんだよね、うん、それどんどん集まっていくからね、うん、一番ね、やっぱ大変なのはね、ダイマックスアーメとかがね、なかなか手に入んないんだよね。そう、それもでもさ、鎧鉱石とか集めてたらすごい量に、まあ、ずっとやっとけばね、うん、一番しんどいの銀の王冠だった。あ、銀の王冠はちょっとしんどいね。そう言ってる間に撃破、うん、やっぱこのこんなもんじゃ。ハッカ君はやっぱ難しかった。ユンは行きます。ユンなんだっけ、名前ユン・ジョーだ。おお。
で全回復してるからまた大胆にいっていいんだ。でさ、あの主人公のおじいちゃんさ、うん、この技はメンタル重視って言ってたじゃん、うん、あのなんか精神の強さをさ、うん、なんか重視してるって言ってたから、うん、ってことはなんか彼結構有望な気がするんだよ ね、 そうね、多分大器晩成型っぽいよね、うん、その弟子にも特色があって聞かないのか、今の子完全に今の子完全に善逸だったね、強っ。なんかこの初期能力はサモが一番強そうな感じがするよね、うん、ジョーは五条のジョーなんだ、そう三五条。思ったよりやりおる、これは楽しみになってきたわい。ここまでかな、ここまでか、まだだった、まだもうちょっとあるね。こんなに早く3人も見つかるとはの、こんなに疲れたのは久しぶりじゃ。おじいちゃん一日のうちに全員集めちゃったんだ。だ心地よい疲れじゃ、意外と近所にいたんですよね中国広いけど、あ、体験版で遊べるのはここまでになりますと。3人の弟子を迎えることができました。新参権老師、果たして誰が新参権を伝承できるのか、それはあなたの選択次第です、ということで、高校の訓風編は終わりだ、これで、うん、時間がまだあるので SF 編までやっちゃうか。じゃあ SF 編は俺が順々にお願いしようかな。 SF 編はね、俺の記憶だと一切ストーリーなかったはず。そっか、じゃあちょっとティアン、あのお花を摘んできます。 OK、 じゃあちょっと選んでますね。はい、じゃあシナリオ選択、はい、じゃあちょっとティアンが戻ってくるまで他の編のやつを見ようかな。あ、ここまでが、これどうやってどんどん選べるからいいよね。現代編。現代編。原始編がさ、確か小林義則だったもんね、確かね。ちなみに、経験飴とか欲しいなら、ダイマレードで石を交換してもいいですよ。あ、したらいいですよ、と。あと、経験飴狙いならひたすら鎧島でラッキーレイドを狙ったら、あ、ラッキーのレイドね。ラッキーのレイドはいっぱい経験飴もらえるもんね。あの L2L だっけ、 XL か、 XL ももらえるんだね。ティアンが確かこの SF 編はね、田村由美だったはず。あのバサラとか書いてる人ですね。 SF 編って結構異色なんだよね。ちょっとここティアンは怖いと言ってるので、ティアンがねすごく非常に怖がりなので、なかなかしたくないって言ってるんですけど、ということで SF 編は僕がやっていこうかな。ただいいの、うん、おかえり。この人なんかこれ馬頭地名みたいだよね。はい、地球に向け期間中の貨物輸送船コギト・エル・ゴズム、その船内で今新たな命が生まれつつあった。エイリアンシリーズそっくり。次々と起こるアクシデント、メカニックのカトゥーの手によって作られたばかりのロボットも人間たちと共に巻き込まれていく。じゃあ SF 編やりましょう。これね、全然、最後だけじゃなかったっけ、バトラールの、俺の記憶だと。いつも席外すときにアバターのポーズがシュールなのが好きで。ちょうど、ね、席を外すと、なんか、カメラが外れちゃって、こんな風になるんだよね。スターウォーズみたいになってる。スペースドック、TSQ-05、出航記録。船名、コギト・エルゴズム。船首、輸送船。目的地、地球。貨物、一種生命体。一種生命体を乗せてるんだ。それが地球に行こうとしてるんだね。乗組員は5。乗客は1人。軍部の所属。貨物に席。貨物責任者。全く雰囲気が変わる。すごいね、もう。怖い、怖い。この時点で怖い。メインキャラクターデザイン、ユミ・タムラ。宇宙船の中でクルーや異種生命体と友好を深めるストーリーの SF 編が怖いはず。怖いはずなんて、てんてんてん。詳細、搭載貨物は異種生命体と、特徴は大型四足歩行。能力は不明。生態系も不明。大型四足歩行ってことはヒードランみたいなやつってこと？
ヒドラン、あのね、洞窟を這いずり回るゴキブリのようなやつ、すっげえ綺麗だこれ。なんかとにかく雰囲気が、うん、私が見てたホラー映画に似てて、でもその怖いってイメージが強すぎるんですよね、うん。本生命体に関する本部からの対応、精密な調査の対象に値するいかなる手段を用いても直ちに本部へ護送すべし。本部に連れて行きたいんだ、うん、これあれじゃん、コールドスリープってやつだね。でもさ、この船の目的自体がさ、いかなる手段を用いてもそのなんか異臭生命体を運ぶのが目的なんだとしたら、うん、そっちが主な目的ってこと、うん、なんか怪しいねそれ。何を考えてるんだろう軍部はね。そしてこれが主人公の作ったカトゥーか、確か。俺たちはいつでも2人で一つだった。地元じゃ負け知らず。異星編、鬼神。鬼神復活みたいだね。っていうアークザラットの続編があったの。機械の心、鬼神なんだ。お、できた。バトーチー名が出てきた。バトーチー名って知ってる人いないでしょ、多分。この地牛みたいな人が作ったってこと？のび太くんの将来みたいな、うん。お、起きた。よし。は？完成だ。お、これはさっきと同じ声がしますね。なんか絡んでるのかしら。おかしいな。いや、きっとね、半角にするところを全角にしたりしたんだな。大変なやつ、それ、変えるの。1と L を間違えたとかね。そうそう。あっ動いた、動いた。今、人間を見て、人間を。石田さんだ。完全に、カオルくんですね。カオルくん。いいぞ、いいぞ。僕の声がわかるかい？僕の名前はカトゥーだ。カトゥー。K-A-T-O。カトゥー。おはよう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 。まだ名前がなかったね。名前なんだったっけ？忘れちゃった。そうだな。丸いから、コロ。うん。いや、犬じゃないしな。なんか SF っぽい RPG いいね。いっそのこと逆にキューブ。キューブ。あ、キューブだね。そうだね、キューブだった。キューブじゃないけど、丸い。あれ違う？いい名前が浮かばないな。あー、この声は裏切りますね。気持ちわかる。なんかあるかしら。カトゥーって裏切るの？だから考えるとするか。覚えてない。でも愛があるようにさ、うん、見えるけど、だってっちこの接し方。え？クロノクだったんだっけ。でも確かにこの声が裏切るっていうのはすごくわかる、うん、覚えてない。なんか最後に戦闘があったのしか覚えてない。で、メガネ外して開眼する感じ、うん、開眼しそう。調べる。 3D ホログラムフォトフレーム、おもちゃの宇宙船を手に持つ男の子と、笑顔の老夫婦が映ってる。カトゥーの部屋で、カトゥーの昔の姿って感じかな。ロボットのおもちゃ、ブリキ製の年代物だ。なるほどね。力性が分かる年代の人なんだ、うん、システムキッチン、溶液に漬け込まれた工具がある。形状記憶トレーニングベッド、体に合わせた微細な振動をし、寝ながら運動効果を得られるもの。起きた時にさ、疲れないかな。体が疲れそうだね。これめっちゃその雰囲気の変わり方よ。かっこいい。なんかちょっと滑るねこれ。こんなもんか。そのロボットだからそういう演出にしてるんじゃない？してるのかな。そのさ、多分足ローラーで動いてる設定だからじゃない？こっちにおいで。これすごいなんかスーって滑る。全然ね操作性が、あ、わかんない。俺動かしてないからわからんけど、他のやつを。あ、霧雨さんがお休み。次週の土曜日に
新しくなったアクアリウムパーティーを披露します。飼い主枠だけでパーティーが組めるぐらい飼い主枠の子がいる。おお、いいね。飼い主だけのパーティーもなんか気になるね。気になるのでまた見せてくださいね。いろんな組み合わせが本当にできそう。うん、出ないと船内を自由に歩けないんだ。登録しないといけないってこと？キューブのことを。端末室なんか早いな。あの早いよね。キーブ。はいはい。切り替えてあるから読めない。さてと。あ、そうだ。多分ダウンロード版だから早いんだ。ロード時間がない。おはようございます、カトゥーさん。ご用件をどうぞ。おはよう。乗員の新規登録を頼むよ。かしこまりました。乗員登録、新規、種別、作業機械、ネーム。ここで名前入れるんだ。後から変更することはできません。名前はキューブだね。なんか、昔のゲームだから、名前を決められるんだよ。今のゲームってさ、まあ、ポケモンとかは別だけどさ、うん、あの、主人公の名前、あの、フルボイスとかの関係で、ほとんど名前って決まってるもんね。そうだね。主人公の名前決められるゲームって少ないもん。これで部屋に出入りできるようになった。特に RPG なんかはね。自分の名前は忘れちゃダメだよ。個人の部屋はそれぞれセキュリティ管理を行っているんだけど、うんうん、入るときはドアの前で名前の入力を求められるからね。キューブって入れないといけないんだ。部屋の出入りで困ったときはとりあえずドアの左パネルを調べてごらん。もう一度言おうか。左パネルね。うん。じゃあ次だ。今度は自分でついてくるんだ。このフロアのどこかに僕がいるから探してごらん。かくれんぼするんだ今から。どこにいるのか迷ったら船内マップを見るんだよ。おお。マイナスボタンで船内の見取り図を確認することができます。行き先に迷ったときはまず見取り図を確認しましょう。じゃあちょっと見てみようか。ちょっと迷ったときはこれを見て、あ、ここ横もある。1階。結構広いね。で、現在地がここ、端末室。1階、2階、3階があるんだね。ウィーン。どこにいるんだ、カトゥーは。レベル2って、あ、2階ってこと？この子戦えるの？ここで、求められたらキューブって入れるってことか。うん。どこにいるのかしら。あ、でも目的地がわかるからいいや。いたいたいた。カトゥーさん。さあ、ここだ。これから僕の仲間たちを紹介するよ。ちょっと個性的な面々みたいなのがいるんだろう。コールドスリープルームといってね、長い宇宙の旅のためにここで冷凍睡眠に入るんだ。さて、お前に頼みがある、うんうん、眠っているみんなを起こしてほしいんだ。頼むよ。なんで今起きることになったの？目的地が近いのっていうことかな。みんな起こしておいでっていう風になってるから。先に起きた彼はリーダーなの？起きる役目だったんじゃない。じゃあちょっと調べてみよう。コールドスリープユニット、ネームタグがある。ホルビショップ、輸送船コギトエルズム船長。船長か。この船長いないね。船長いないね。で、その真ん中はカトゥーでしょ。そうだね。コールドスリープユニット、ネームタグがある。予備ユニット、スイッチが点滅している。予備、あ、いた。これあれじゃない、そのゲストの軍人じゃないの、さっき言ってた。うん。話す。ゲスト、うん、一人さ、船員とはまた別の人が乗ってるって言ってたよ。喋んないや。ちょっと他の人も起こすか。それが輸送してる異種生命体なの？いや違う違う。あの、他の人は船員だけど一人だけ軍人が乗ってるって。ネームタグ、ヒューイ・トランブル、貨物管理船長補佐。スイッチが点滅している。起きた起きた。この人は、あ、船長補佐は女の人かな。話す。ううん。で、これはもうちょい先か。あれ調べなんだ。もう調べ、
調べらんないか。コールドスリープユニット。ネームタグがある。パークウェルズ。公開し。スイッチが点滅している。開いた。なんかあれっぽい、火の鳥の宇宙編。コールドスリープがあるの？うん。コールドスリープある宇宙編は。あ、これ順番が決まってたんだ。うん。これがレイチェル。通信技師ね。なんで船長いないんだろう。まさか。起きる前にっていうやつじゃないの。ここ僕もう本当に覚えてません。船長は気の毒にって言った人？わかんない。最後の人しか、最後のね、戦闘は最後にしかないっていうのしか覚えてない。確か。うん、なんか FF6 のティナみたいになってるね。おはようございます。色は違うけど。この女の人。カレン・サンダースみたいな。ええ。キューブって名付けたんです。私はレイチェルよ。よろしくね。なんか海外ドラマとかに。そうそうそう。洋画の吹き替えみたいね。ナイス・トゥ・ミーチュー。俺はカークだ。このかっこいい声。かっこいい。この人、井上和彦じゃん。素敵な声。あら、ヒュー言ったら、まだ寝ぼけてるわ。それじゃ、一つこいつにやつを起こしてもらおうか。何すんの？ビリ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 。電撃か。離す。すると、起きな、起きな。うん、カーク、そうやって人の枕元を蹴飛ばすのはやめろって前にも言っただろう。カーク、なんだこの声は。恨めしユウスケっぽい声をしてる、ね、よ。ヒューイ、ちゃんと起きてるか。そいつはカトゥーが作ってた例のロボットだよ。この二人一緒に寝るのかな。人の枕を蹴飛ばすなってってこと？一つ屋根の下で寝てたんでしょうか。ロボット、あ、カトゥーがずっと作ってた。ついに完成したのかい。いかにもロボットって感じやな。うん、足が丈夫そう、うん、で、このおじさんは誰だ。僕の名はヒューイだ。ヒューイ、このおじさん、あれミッションコンプリートっていうおじさんでしょ。ダース5丁。お目覚めはいかがです。コールドスリープから気分よく目覚めたなんて聞いたことがないがね。五丁、カトゥーが作ってたロボットが完成したんです。名前は紹介などいい。ちょっとロボットをバカにしてるやつなんだ多分。そうだね、うん、そいつもこの船の中を勝手に歩き回るのか。あんまり最初好きじゃないんだね、うん、せいぜい邪魔にならないようしつけてほしいものだな。ブリーフィングがあるんだろう。私は先に行くよ。ブリーフィングって何？会議？会議だね。話し合い。話し合いっていうか、まあ今からミーティングみたいなもんだよ。ブリーフィングルームって言うもんね。さすが軍人。石頭ね。なーに、気にすんな。カンファレンスとどう違うんだろう、ブリーフィング。わかんない。なんか多分業界によって違うのかな。うん、ブリーフィングってなんかこう作戦会議みたいな感じだよね。みんなで意見を出し合う感じかな、うん、僕たちは目覚めるとまずリフレッシュルームでブリーフィングをやるんだ。あれ？お前もおいで。また会議とかとは全然違うことなんだって。そのリフレッシュルーム。リフレッシュルームって言ってる。でもブリーフィング、ほとんど人間扱いだな。君らしいよ、カトゥ。え、そうですか。さあ行きましょう。カトゥーがさ、メガネかけてるからキューブにもさ、かけてあげたのかな、うん、かわいいかもね。だってメガネかける意味ないもんね、実際。ちょ、早すぎる。ロード時間が早すぎる。この先っぽいけど、でも旗が立ってるのは違うとこだね。あ、違うとこだった。エレベーター、あ、しまった。待った、キャンセル。
だから立って、進むところが分かりやすいからいいわ、これ。これは原作もそうなの？原作はなかったはず、こういうの。うん、この下か。こっちかな。こっちじゃ。でも、ラスト以外ないんだったらいいね。うん、待って、ここの部屋でなんか起こるんじゃなかったっけ？船長遅いな。時間には厳しいしたな。船長はもうやられてるパターンだね、これね。でさ、この軍人はきっとさ、お前らなんかと一緒に入れるかってタイプだよね。で、協調性ないから悪い人に見えるけど、うん、黒幕じゃなかったタイプ。実はいいやつみたいな。読んでみよう。なになに。お、え、優しい。そんな軽いの。宇宙時代の夜明け。昔の人たちの話さ。僕は昔の冒険心に満ちた人々の話が好きでね。お前自身がチキン、臆病者だからな。ちょ、若干バカにされてる。プルプルしてるよ。君はこの船で生まれたばかりなんだから、何にでも興味を示し学んだ方がいい。船のあちこちを調べてごらん。人から教わるのもいいけど、まずは自分でやってみることさ。あそこのモニター。彼に何か特技はないのか。まだこれと言ってないんですが、学習機能がありますから、次第に覚えていきますよ。そうだな。頭いいんだ。まずコーヒーの入れ方でも教えてみましょう。ちょっとずつできるようになるんだね。コーヒーも入れられるんだ。さあ、こっちへ来てこいつを操作してごらん。それクレーンキャッチャーじゃないんだ。なんかに見えるけどこれ。調べる。コーヒーマシンがある。使う。あそこのモニター大事なのよね。全然覚えてません、僕。多分、私のトラウマ、あそこのモニターで発生してる、した気がする。なんか。え、誰かにあげるんだ。5丁飲む？なんか、受け取りたくなさそうだね。うん。頭に乗せてるじゃん。かわいい。味見させてもらう。え、でもマシンが作った。マシンが出したんだけどね。じゃないまずそう。飲んだね、今。ブルブルって。苦い。え、なんで砂糖入ってなかったのかな。ただ押しただけなんじゃない。頭にコーヒー乗っけるキューブ、かわいいって。かわいいですね。うん、ちょっと話しかけてみようか。こいつは今俺がやり込んでるレトロゲームなんだ。ゲームやってんな。 PC エンジンとかやってんのかな。カークさん、今までの中で最も短時間で進んでいます。随分上達しましたね。当たり前さ。お前もプレイしてみるか。はい。あ、ここでちょっとさ、戦闘っぽいのできるんじゃなかったっけ。練習できるんだ。練習できる。違う、ゲームマシン、キャプテンスクエアを遊ぶことができます。うん、ちょっとしてみようか。キャプテンスクエア。スーパーマンみたいだね。うん、この頃はまだスクエアニックスじゃなくてスクエアだからね。そうだね。どんなゲームだったか全く持って、 これで練習できるんだ。これ戦えるんだ確か。あ、なるほどね。メモリーカードセーブすることができます。なるほど。メモリーカードとか懐かしい。こうやって確か技を使えるんじゃない？特大クォーツソード、スペースファージ、スーパーノバ。スーパーノバでちょっと威力を。なんかこのキューブ欲しいね。欲しくなるぐらい可愛い。なんか10、あんまダメージ入んないな。あ、ダメージが入るな。こうやって逃げて、うん、そこのフィールドにダメージが入るから、そこに行っちゃいけないんだと思う。結構難しいなこれ。ちょっと離れよう。あ、やられた。あ、 HP そんな高くないんだ。で、戦う、プラズマボール。ね、この選んでさ選択するのがちょっと独特でしょ。そうだね。もともとこういうシステム、こういうシステムだよ。ちょっと原作もなんかね分かりづらかった気がする。どうやって選ぶか。なんかさ、ターン戦だったらゆっくり選ぶんだけど、敵が動いてくるじゃん。だから、なんかちょっとね焦るんだよ。ネクストステージ、ヴィーナス。
あー今さ最初マーキュリーだったから、うんうん、次ヴィーナス。あ何これ、なんか怖いね。野郎みたいなのがいるよでも固まってるから範囲攻撃あれば一気に。そうだね。これが威力小拡大クォーツソードじゃない、フィールドを変えるやつがいいんじゃない、その場を。電撃フィールドみたいな。ちょっと電撃フィールドこれちょ、あでも1個しか使わない。これスーパーノバか。うん、でも自分が離れる予定でいない、ね、で自分は撤退撤退、うん、結構ダメージ入る。ヘディング、レトロゲーやってんだ。これさどのぐらいのレベルなんだろう。この人たちにとってはさ、おもちゃだよねマジで、うん、こんな時代。このスーパーノヴァもう一回しとく。じわじわやっていくね、うん、え結構でも追い詰められてるね。あ死んじゃった。あまだ死んでない。よいしょ、スペースファージ。アサアサがなんか怖いね、かわいいって言ってくださった。ちょっと目が怖いですよね。なんかそしてずらっているとさ、うん、なんかそう本当ビビってしまった。なんか敵らしい敵がいるよりもさ怖く感じた。ほ、うん、ら、ダメージ的には全然入ってないか。これが一匹ずつやっていくか。だいぶ追い詰めてるからね。うん、これ選ぶ、ここで使うと。ヘリング。倒した。入った入った。プラズマチャージ。これで回復か。ああ、なるほど。で、なんか上がって、能力値も。ああ。なるほどね。プラズマボール。プラズマボール。ああ、これ斜めだね。ってことは、こうやっ、動くか。この、もう一つ下に行って、プラズマボール。いざ戦うってなった時のシステムは共通っぽいね。そうだね。まあ、おごろ丸かなり厳しいけど。おごろ丸、ちょっともうちょっと頑張ってほしいね。侍が一番強いと、今のところ。なるほど、こうやっていくわけか。そうだね。ネクストステージ、アース。そろそろ切り時かな。そうだね。とりあえずもう11時だから、今日はこの辺ぐらいまでにしておきましょうかね。逃げることができるって言ってたよね、確か。ちょっと待って、メニュー。ステイ、バイ、やめる。ん？パス、やめる。あ、なるほど。そうそうそう、ゲームをやめられるわけか。もう多分非常に中途半端で、次回やるときは、あ、ごめんなさい、ちょっとここ読んでか。よし、俺がレクチャーしてやろう。お、レクチャー始まるかな。したってダメさ、うん、敵の攻撃範囲をよく見てやってみな。あ、今、これがレクチャーってこと。なるほどね。うん、で、またゲームを始めたと。うん、ここまで話しかけようかな、じゃあ。パークはこのゲームとってもうまいの。なるほどね。次回やるときは、多分もう、体験版なんで、これやっても多分時間的に中途半端だと思うんですよね。だからもしかしたら何かのゲームと抱き合わせみたいな感じでするかもしれません。残り30分でやるとかね。そんな感じになると思いますので、よろしくお願いします。セーブしときましょう。じゃあ最後の時間を30分減らせばいいんじゃない？そうしてみる？どっちにしても怖いよ。うわぁ。そうか、バイオで怖くて、この SF 編、SF 編残したのが失敗だったかな。ということで、とりあえず、今日はこのね、明日も平日なので11時までにさせていただきます。これ初めての試みで、見ていただいた方ありがとうございました。ありがとうございました。この続きは何かのと抱き合わせでやりますので、よろしくお願いします。また明日明後日ぐらいに通知かな、うん、そうね。それかまあ、普段やらない月曜日とか、うん、水曜日とかに30分ぐらい時間とってやってもいいしね、それはね。うんうんうん、もうこれはもう終わるまでなので、30分とか20分とかかもしれないんですけど、ちょっと雑談してもいいしね、その時はね。うん、はい、ということで今日はここまででした。次の予告ですね。次は火曜日のまた9時からポケモンやります。
平日、次の日が平日のバトルなので、バトルできる人数は8人か。8になりますが、よろしくお願いします。じゃあ、この配信がいいと思ったら、グッドボタンしてくださいね。ということで、今日はここまででした。おつぱるです。おつぱるです。